受講生の皆さん、こんにちは。第5章では、今まで学習してきた内容を踏まえて、ナショナルセンターの果たす役割と全労連の運動と組織の特徴、結成から30年余りを経過した全労連運動の到達点を学び、全労連を強く大きくすることが私たちの切実な要求実現につながっていくことを深めていきます。私たちはみんな人間らしく働き生活していく上で様々な要求を持っています。その要求を実現していくのが労働組合です。職場や地域の要求実現にそれぞれが取り組むだけではなく、なぜ全国の産別、地方を束ねるナショナルセンターが必要なのか、ナショナルセンターとしての全労連の役割って何だろうということをまず考えてみたいと思います。2020年から続くコロナ禍の下で貧困と格差はますます広がり、1ヶ月、2ヶ月と休業が続くと食べるものがなくなる、住むところもなくなる、こういう深刻な事態に陥らざるを得ない層が日本の中に塊としてできていたことが明らかになりました。その背景には急速な非正規化と低賃金構造があります。低賃金構造の根底には女性労働者が多くを占める非正規労働者を家計補助的で安価な労働力、雇用の調整弁としてきたことがあります。女性労働者全体の 22.5%、 女性パート労働者に至っては 41% が最低賃金金棒で働く低賃金労働者であり、しかもエッセンシャルワーカーに最賃金棒で働く労働者が多くなっています。2020年の最低賃金は全国加重平均で902円でした。現在22都道府県にまで広がった最低生計費試算調査によれば、全国どこに住んでいても8時間働いて人間らしい暮らしをするためには最低でも1500円から1600円必要であることが分かっています。格差と貧困改善し、人間らしい暮らしのできる賃金へと底上げするためには、最低賃金の改善が喫緊の課題となっています。全労連はこれまでも最低賃金改善の取り組みに力を入れてきましたが、2020年の第30回大会において方針をさらに発展させ、最低賃金1500円以上、全国一律最低賃金制度の実現を目指す2024アクションプランを掲げて、2022年の通常国会での法改正を目指した取り組みを進めています。こうした取り組みは一つの企業内の組合、一つの地方組織だけで進められるものではありません。企業、産業、雇用形態、職種を超えて全ての労働者に関わる要求を実現するための全国的に組織された運動が必要になってきます。それを推進するのがナショナルセンターとしての全労連の役割です。全労働者に影響する課題で統一闘争を提起し、単三や地方組織の戦いを調整するとともに、全労連に入っていない労働組合や民主団体、市民団体の要求の一点に基づく共同行動を具体化する役割になっているのがナショナルセンターとしての全労連です。資本主義の誕生とともに労働組合は誕生しました。日本においても1894年の日清戦争後、産業革命が起き、産業資本主義が確立したと言われています。この頃、労働組合の結成を提唱した労働組合規制会が作られました。それから100年余り経過した1989年11月21日に結成された全労連の行動綱領では、
日本の労働運動の100年は、労働者の人間としての尊厳を守り、平和と民主主義、社会進歩を求める厳しい戦いの歴史でしたと振り返っています。そして全労連は、日本の労働組合運動の積極的な戦いの伝統を引き継ぎ、一層切実さを増している労働者、国民各階層の要求実現のために全力を挙げますとの決意を内外に宣言しました。ここでいう労働組合運動の積極的な戦いの伝統とは、今も全労連が貫いている切実な要求実現のために要求の一致点で団結し、戦いを組織する労働組合運動であると言えます。そして一致する要求の実現を目指して、産業別の全国的労働組合と地域的に労働組合を結集した都道府県単位の地方組織とが全労連を構成し、炭酸と地方が力を寄せ合い、地域から全国統一闘争を目指していることが全労連運動の最大の特徴であり、最大の力です。例えば21春闘で、私たちはコロナ禍だからと諦めないで賃上げを要求していこうと戦いを進めてきました。一つの企業の中だけで見たら、確かにコロナ禍で賃上げを要求することが難しいのではないかと思ってしまう状況があるかもしれません。しかし大きく見れば、大企業は内部留保を増やし続けています。資本金10億円以上の大企業は2018年から2019年に内部留保を10兆円も積みまし、その額は合計で459兆円にも膨れ上がっています。財界は内部留保は非常事態への備えと言っていますが、溜め込んだ内部留保を今こそ下請け中小零細企業への支援や、生活できないほどに下げられてしまった労働者の賃上げにこそ使うべきです。そういう声を炭酸の中だけに閉じこもらず、地域に出て地域の仲間と共に訴えることで、地域から賃上げの流れを作り出すことができます。炭酸と地方地域労連の運動を重ねて、網の目のように張り巡らせて運動を進めていくことができることが全労連の運動の最大の強みです。そしてその取り組みは、行動綱領で戦いの方向を明確にしていること、参加する労働組合、組合員の思想心情の自由を最大限尊重する立場に立って運動を組織していること、加盟するすべての労働組合は平等の権利を持っていることによって支えられているのです。こうして炭酸と地方が力を寄せ合い運動を進めることで、全労連は以下のような運動の到達を築いてきました。1、同じ時期に戦いを集中させることで、横並びでの労働条件の改善を勝ち取るという春闘の解体を許さなかった。2、強まるリストラ攻撃やブラック企業の広がりを告発し、労働者の雇用と権利を守る戦いを前進させ続けている。3、国民要求の実現を目指し、国民共同の前進の中心的役割を担い続けている。4、労働法制改悪などの攻撃に対し、労働組合間の一致点での共同の前進に積極的に対応し続けている。5、強まり続ける憲法改悪の動きに抗した運動で積極的な役割を発揮している。6、非正規労働者など一人ぼっちの労働者の拠り所としてのローカルユニオンなどを組織化の最重点課題に位置づけ、その前進を目指している。7、総がかり行動実行委員会の中で主要な役割を担い、市民と野党の共闘という新しい運動を発展させている。こうしたことです。こうした運動の到達に立ち、私たちはコロナ禍においても
働く者の雇用と生活を守るためにさまざまな制度改善を勝ち取ってきました。そしてコロナ禍の下で集まることが難しい中ではありますが、こうした取り組みのすべてを組織拡大に結びつけて、当面100万全労連を回復し150万全労連へと向かう取り組みを強めているところです。ナショナルセンターとしての全労連の重要な役割に、もう一つグローバル化が進むもとで世界の労働者と連帯した取り組みを進めることがあります。効率優先自己責任の新自由主義経済政策の矛盾は世界各地に広がっています。とりわけコロナ禍において富の偏在は加速し、格差と貧困の広がりは世界的な問題となっています。だからこそ世界の労働組合と交流し連帯を強めていくことが求められています。国際活動についてはさらにホロンで学習を深めてください。コロナ禍によってこの間進められてきた労働者を切り捨てる財界優先の政策の誤りがあぶり出されてきました。ところが菅自公政権はこの機に乗じてさらなる労働法制の改悪など三次便乗型ともいえる政策を次々に進めようとしています。労働者国民がコロナ禍で大きな困難を抱え、いまだかつてない貧困困窮の状況が立ち現れる一方で、株価が3万円台となり巨額の富を得る富裕層との格差はますます拡大しています。低賃金状態をこのまま続ければ労働者は生活することもできないし、リーマンショック後の失われた20年を繰り返すことになってしまいます。労働組合の組織率が下がる下で賃下げ非正規化が推し進められてきました。あらゆる取り組みを組織拡大の取り組みにつなげていくことが求められています。要求を実現する戦いではみんなが当事者です。一人一人の当事者、職場、地域、炭酸をつなげて要求を実現するのが全労連です。ワクワク講座を受講していただいたすべての皆さん、ご一緒に全労連をさらに強く大きくしていきましょう。